こんにちは。私、このゲーム一番上まで登ってクリアしたんだよね。ただまだこのゲームでやってないことがあって、一番上からもうダイビングしたいなと思って、そのロマンがこのゲームクリアしても忘れられなくて、ちょっとやりたいんで一番上まで登ります。さあみんなここまで来た。で、ここでまだ上登っていいかな？多分ある程度上登ると、なんていうのか、クリアエンディングみたいな、降りれなくなっちゃうんじゃないかなと思って、その、クリアしましたよっていう、なんていうのかな、そういう何かモーションが入っちゃうから、どこまで登っていいのかなと思って、まだ登っていいんじゃないかなっていくわ。もうゴールだと思うんだよね。で、これで一番やっちゃいけないのは、落ちるときにどこかに触れる。そうすると多分落ちる爽快感がなくなるんだよね。だから理想はどこにも当たらずに落ちるみたいな、それが私の理想だね。落ちてー、ガチ落ちて、すごいな。ほんとこれあれだよね、スカイダイビングする時の高さだよね。スカイダイビングパラシュートなし。いや、まだ多分行っていいんじゃないかな。多分あの上から落ちるのが多分最も高い落ちなんだと思う。うわー、ワクワクしてきた。ちょ、位置狙ってみる？どっち方面で落ちようかなみたいな。あの向かいにあるビル方面行くと、なんかビルに乗っちゃいそうみたいな感じあると思うんだよね。わ、私66分で登ってきてる。もっと1時間半ぐらいかかってる気がするけど、まあいいや。さあ来たよ。うわ、こっから私落ちるのか。いや、楽しみだね。すごく楽しみ。はい。あれ、エベレストかな？富士山じゃなくて。たぶんここのコングラチュレーションくぐっちゃったらもうダメなんじゃない？ちょ、ギリギリ攻めるわ。ここじゃない？みんな。行くわ、みんな。行きます。それ！この丸越えられないわ、みんな。ほら、この丸ね、かなり広いんだよね。どこなら降りれるかな。ただあんま攻めすぎるとゴールしちゃうんだよな。待って。こっち側ならいけるか。いや、ここならワンチャンいけそうかもしんない。行ってみるよ、みんな。しゃー！しゃしゃしゃ！ダメだ。あまりにも広すぎる、これが。いや、あまりにも広すぎるな。さあみんな今自分の動画見返してたんだよね。で、どっからがそのゴールエンディングになるかって思ったら、あの丸に乗った時だね、奥の。ってことは、この丸に乗るまではまだエンディングが入らない。結構攻めてます。いけるか？いや、ちょっとやばい。これはさすがにエンディングいく。いや、あの丸が、ここ！来た来た来た！100人合格で101番目の私ね。落ちろ！みんな落ちろ！落ちろ！私はどこも乗んねえからな。このまま、最下層に落ちてやるからな。あ、ワンチャン！ワンチャン！こっちみんな、さあいいぞ！避けろ！避けるチーズより避けろ！これは私より落ちてる人いないんじゃない？過去最落ち。やばい！乗りそう。いい、すごくいい。今誰よりも輝いてるよ、私。うわー、決まっちゃった。オッケー？うわー、でもこれ、本当にあそこで踏み外して落ちてほしいな、誰かに。ガチな、うわ、気持ちいい。やばい！お前！お前！やめろって！お月を乗らせるなって！よし。いやー、やりきったね。もうこのゲーム悔いはないわ。もうやりたいこと全部できちゃった。いや、この足見て。いや、大満足だね、私。あ、サッカーある。蹴ろうか。うおー！
誰がメッシじゃん。サイゾーで一個気になってたんだけど、なんかねゴール地点になんかアイテムあったんだよね。これこれアップデートできたの？これどうやって使うんだろう。お、すげえ、もうかぶってる。私知らない間に、ほらほら、ちょ太陽が、すご。でもやっぱこれがいいな、一番王道の。これは、あ、宇宙飛行士と。じゃあおろか。じゃあということでこのシリーズは終わりかな。まあもうすぐね、これ見てナイトモードスーンってあるんで、まあ夜モード来たらまたやろうかなと思います。バイバイ。